斉藤知事が視察したのは、西宮市のホテルヒューイット甲子園西館の宿泊療養施設です。兵庫県は第5波とみられる新型コロナウイルスの感染拡大が続き、今日時点で1475床ある宿泊療養施設では673床が使用されています。今後、感染者が増えることを想定し、宿泊療養施設の増設の意向を示している斉藤知事は、兵庫県医師会の平林理事から現状について説明を受けていました。そういう方も出てます。若くなったから重症化しないっていうこと。新年30代多いですもんね。そうなんです。ものすごく多いのと、もう一つは家族で入っている方っていうのは結構、なるほど今の感染の特徴です。やはり年齢層が若くなって、家族で入ってたりとか、ここなんかも3歳の方と。医師の方々に、すぐに往診していただける、そういった体制があるということが、やはり重症化させないために一番大事なこと、そのためにやはりこの宿泊施設をですね、しっかり増やしていくということ、確保していくことが極めて大事だなと。また今日は、兵庫県議会の5つの会派の県議団が、酒類の提供が禁じられている飲食店や酒類販売業者に対し、県独自の支援を求める要望書を知事に提出。現在、阪神間や東播磨地域の飲食店には酒類の提供が禁じられ、営業時間も午後8時までと要請が出されていて、要望書では対象事業者の拡大や感染状況に応じて速やかな規制解除を求めています。